多賀神社は、東京都八王子市元本郷町にある神社である。多賀神社は、938年、武蔵付に任せられ、武蔵国に赴任した源の常元が、国土法上、万世安能を祈願するため、大見国の多賀大社から分子し、現在地に誕生したと伝えられている。その後、1260年、幕府の権力者である法上時寄が、 国内巡行の折、この地で病に倒れたため、この多賀神社に、故郷一面を奉納して祈願したところ、病が治癒したことから、車両7端部が寄進され、祈願書としたと伝えられている。五祭神は、国土創造の神であるイザナギの村とイザナミの村の2神を主祭神として祀っている。イザナギの村とイザナミの村は、夫婦神として我が国初めての神様で、 伊勢神宮御祭神の天テラス大臣を生んだ神であり、両縁成就、子孫繁栄のほか、家内安全、健康長寿、病気平裕などの神徳がある。また、伊沢木の村は、お祓いの神としても知られている。八王子案内、多賀神社元本郷にあり、神老六十一代鈴鹿天皇の行、四品兵部教、定住神老の御子、六孫、大常元。 天行元年三月、武蔵助二人をこうむり、その四月、武蔵国埼玉郡、三ノ和城にいたり、玉石が、肘に、通りて、まず人国内を一巡せばやと思えりつせられ、敵玉の軍なる。府中の駅に博したまい、夫より、西武港の国境に近づき、四方を長望あらせた舞うほどに、人と鼻肌気象にして、草草の玄野のみなりき。常元を真に思えらく、 土地こいたりといえども、人民少ななれば、国家開けず。ガンクはじむ民の反もして、国土の豊か安なら、無古島と、ついに一宇の祠を建てさせたまい。国土改脈、はじむ諸太将の神徳荒らせたまう。いざなぎのいざなみのの二尊を勘定したまいて、創世の、持ちなるし、土地の明けいかんことを規制したまう。今の八王子町元本郷に祀れる、多賀神社でなり。 島村愛二郎編、八王子案内明治44年1月1日より、バス水全国の多賀神社の中の9号車4社のうちの1社であり、新選組の解散の地としても知られており、境内にある樹齢400年余りの大井町のご神木や、八王子祭りでの宮見越し、戦艦神夜の都御で知られている。西八王子地区の陳寺は、多賀神社で、東八王子地区の陳寺は、 八幡薬雲神社である。多賀神社の祭りを上の祭り、八幡薬雲神社の祭りを下の祭りという。いずれの祭りも出しの巡行、辻合わせなどを行う。上下の祭りは、もともとは別々に行われていた祭りであったが、現在では市民祭りである八王子祭りに合わせて上下の祭りが同日に行われ、 私巡行が八王子祭りのメインイベントとなっている。ありがとうございます。